今日は友人とこれから食事とちょっと飲むんで早めに駆け上ってます。8時から飲むんですけど、今19時も半なんで、こっからがシャドウがきついんです。こっからがシャドウがきつい。オールドピーク、実はここ結構きついシャドウで、へばりました。やっぱり途中へばって、やっと行ったわです。今日はちょっと時間ないんで、上まで行ったら引き返します。今日は時間がないんで、ここで引き返します。19時もう53分です。今日はここでメガネの紹介します。すごいいい花が咲いてますね。なんだろう、本物かな。すごい、ここの家なかなかいい家ですね。開いてるんですかね、こんなところに。初めての道です、こちら。ピークからちょっと逆側の道、なんだろうね、こっちどこまで通じるんだろう。時間がないんで今日はこの辺にしとこうか。これどうやら山頂を一周してるのかもしれないですね。ランニングの道かな。まあということで、今日はちょっと時間がないので、こちらで今日の一本ですね。これアブソリュートヴィンテージ香港のメガネです。これ白なんですけど、今このオレンジの光の中なんで見えるか分かんないんですけど、コンビです。これもちょっと金属が若干安っぽい。後で色が見えると思います。じゃあ今日は帰ります。来てますよ。まあでもこれハンズフリーの携帯で電話してる的な感じになりますね。なるほど。いや、すごいね。